ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、こんにちは、アポロです。今日はですね、コンテンツ販売をやる 95% の人が稼げない理由ですね、についてお話していきます。まあ、コンテンツ販売もしくはですね、情報販売ビジネスというふうにですね、まあ、置き換えてもらってもいいんですけど、まあ、ネット上にですね、まあ、そういったような情報っていっぱい落ちてると思うんですよね。まあ、僕自身もコンテンツ販売を、まあ、専門としてね、まあ、コンテンツ販売もしくはコンテンツマーケティングを中心にですね、ビジネスをやっているわけですけども、まあ、多くの人がですね、コンテンツ販売やりたいなっていうふうに、まあ、考えているわけですよね。まあ、一昔前だとこうブログがすごく流行ったんですけど、やっぱりこうね、ブログで稼ぐっていうのは難しいっていうことがね、徐々にこう浸透してきたというか、なかなかね、稼げないよっていうのがこう認知としてね、広がってきたので、じゃあ何か新しいことね、稼げるものないかなっていうことで、まあ、コンテンツビジネスがね、注目されるようになってきたわけです。特に近年で言うと、まあ、Kindle のね、電子書籍なんかがすごく、まあ、たくさんの人がですね、本を出版するようになったわけですけど、まあ、実際ですね、この、コンテンツ販売をやってる人、もう大部分は全く稼げてないですね。本当にもう1000円とかね、稼げない人もざらにいますし、もう1万円を超える人なんていうのはね、本当に、少ないわけですよ。1万円すら超えられないみたいな人も いるんですよね。で、なんでね、こういうことが起こるのかっていうことを今日はですね、お話していきたいと思うんですけど、まあ、コンテンツ販売はね、僕がこういうふうにやってるんで、まあ、いろんな人のこう話をね、聞いたりするわけですよ。で、そういう時にまあ出てくる言葉の中にですね、まあ、不労所得が欲しいからみたいなね、理由があるんですけど、もちろんそれはね、別にいいんですよ。まあ、不労所得が欲しいからコンテンツ販売やりたいっていうのはね、まあ、人間誰しもね、できれば働かずにお金稼ぎたいっていう、まあ、欲求は少なからずあると思うんで、まあ、そういう気持ちがね、出てくるのは仕方ないかなと思うんですけど、まあ、やっぱりね、なんていうのかな、こう、そこにはどこかですね、こう楽して稼ぎたいみたいな魂胆が垣間見える時があるんですよね。不労所得、まあ、何もしなくてもお金が入ってくるっていうのは、まあ、すごく魅力的に響くので、ね、いいなっていうふうに思うかもしれない。だからこそ楽して稼ぎたいみたいな人が大量に集まってくるわけですね。コンテンツを作ってどっかにポンと置いとけば何もしなくてもお金が入ってくるから楽して稼げるみたいなね、そういう意識を持っている人が多いがゆえにですね、コンテンツ販売とか情報販売というのはですね、楽して稼ぎたいっていう人々が大量に来るわけですよ。でも稼げない。なぜかというとですね、まあこれはもう何度もねお話してると思うんですけど、めちゃくちゃ大変なんですよ、コンテンツ販売って。めちゃくちゃ大変です。で、不労所得って聞くとなんかね、こう働かずにお金稼げるみたいなイメージあるじゃないですか。だけどそれって収入が発生するタイミングが不労になってるだけなんですね、コンテンツ販売とかって。だから全く働かずにお金稼いでるわけじゃないんですよ、僕たちも。別にそこに至るまでにはね、もう本当に膨大な量の勉強したりとかね、めちゃくちゃ作業したりとか、情報発信しまくったりとかね、して稼げるわけですよ。だから何もしなくても稼げるわけじゃないんですね。でもそういう楽して稼ぎたいみたいな人は、何もしたくないと、何もせずに稼ぎたい、楽して稼ぎたいと思ってるから、やらないんですよね、そういうことを。だから勉強もしないし、作業もしないし、もちろん情報発信なんか一切しない。継続もできないしっていう。だから稼げないですよね。コンテンツ販売って確かに、ね、売れるようになったら楽ですよ。何もしなくてもお金が入ってくるから。でもその売れる状態を作るまでがめちゃくちゃ大変なんですよ。そんな薄っぺらいね、誰でも知ってるようなことをまとめたところで、そんなに大して稼げるようなコンテンツにはならないし。しかもやっぱり、こうね、全く無名の存在である自分っていう人間が、インターネット上でね、全く信頼のない人に対して無形商品を売るっていうのはすごく難易度が高いんですよね。だからネット上のですね、そういうなんかこう楽して稼げますよみたいな謳い文句にですね、踊らされて、コンテンツ販売とかね、情報販売っていうのは楽して稼げるんだって思ってる人が多いんですけど、むしろ逆なんですよね。コンテンツ販売ってめちゃくちゃ難しいんですよ。だって自分の知らない人、信用のない人に対してね、名もない自分が無形商品を売るわけですよ。
でめちゃくちゃ難しいんですよ。だからそこにを売るまでにはやっぱ信用を作っていかないといけない。で信用を作るためには日々情報発信をしたりとか、そういう信頼構築をしていく必要があるわけですよ。でもそれをしない。でコンテンツっていうね、まあ商品自体がないともちろんマネタイズができないので、商品を作る必要があるわけですけど、商品を作ろうと思ったらやっぱそれなりの知識とか経験とかね、スキルとかそういったものが必要になりますよね。だからそこをこう身につけていく、磨いていくっていうことを日々やっていかないといけない。何もない人からは何も出てこないので、ね、いいコンテンツを作ろうと思うであれば、まあ、普段から良質なインプットをしてとにかく勉強しまくるとかね、経験しまくるとか、実践してスキルを磨くとかねっていうことをしないといけない。でも楽して稼ぎたいみたいな人は勉強が嫌いなんですよ。勉強したくない、ね、もうだらだらと YouTube でも見てね日々過ごしていて、でそういうことしてる間にですね、なんか寝てぼーっとして鼻くそほじってたらお金がね入ってくるみたいな、そういうのを描いてるんですね。だから何もしないんですよ。でそういう人って実際こう話聞いてみると、こう何もしてないんですよ本当に。こう例えばね、1年間あって時間が大量にあるわけですよ。時間が大量にあるのに何してたんですかって言ったら、うーんみたいな、なんかリサーチしてましたみたいなね、リサーチってなんだよと思うわけですけど、要するにただボートネットサーフィンしてることをリサーチというふうに呼んでたりとかね。で時間はたっぷりあるわけですよ。でも時間があっても結局やらないですね、やらない人っていうのは。っていうのはもうめんどくさいから、めんどくさいことからとにかく逃げるみたいなことをするから、それは稼げないのは当たり前じゃないですか。で僕たちも決してね、そのなんだろう、何もせずに稼いでるわけじゃないんですよ。むしろ普通の人よりもどっちかっていうとね、勉強してる方だと思うし、作業もしてる方だと思うしね、情報発信の量もね、人の何倍もしてる方だと思うんですよ。でもそれでようやく信頼ができるようになって、少しずつね、売れるようになってきて、まあ、稼げるようになるということなので、この不労所得っていうものに対する解釈ですよね。何もしなくても勝手に毎月お金が振り込まれてくるみたいな。確かにそのね、売れた瞬間、収入が入る瞬間はそうですけど、そこに至るまでは働いてるわけですよ。だから先に働いて後からお金が入ってくるのか、ね、働いてその瞬間にお金が入ってくるのかだけの違いですよ。普通の仕事と比較するのはね、普通の仕事っていうのは働いてすぐお金が入ってくるじゃないですか。すぐ、もしくは月末とかにお金が入ってくるわけですよ。でも僕たちっていうのは先にね、こう時間とかお金をかけてる。僕たちもね、こうコストゼロって言ってますけど、そうじゃないですかね。そこに至るまで勉強してるわけですから、その勉強費、学びにかけたお金っていうのはかかってるわけですよ。だからそのコンテンツそのものは無料で作れたとしても、そこに至るまでのコストっていうのはめちゃくちゃかけてるわけですよ。時間とかお金とか労力とかね、そういうものをかけて学んで身につけたものを、まあ無形商品、デジタルコンテンツにして売るっていうわけ。だからその前の部分、マネタイズ、収入が発生する前の部分だけ切り取ってみると、ひょっとしたらね、普通の仕事の人よりも働いてるかもしれないです。ものすごいやってるかもしれないです。っていうだけの違い。だからそこを見てないんですよね。その、まあ、光と影だったら影の部分ですよ。そういう裏ですごく、ね、大変な思いをしてるってとこを見てない。ただ単純にそのね、商品が売れる瞬間、何もしなくてもお金が入ってくる瞬間ばっかり見てるから、コンテンツ販売って楽なんだ、簡単なんだっていう間違った解釈をしてしまう。でそういう人に限ってお金稼ぎたいですってね、不労所得欲しいですって言うけど、何もしない、何もしないから、ね、商品も作れないし、作れたとしてもまあしょぼいものしか作れないし、しょぼいから売れないみたいなね。で売れたとしても信用を失うから、結局次につながらないみたいなね、っていうことなんで、結局、まあ、その楽して稼げるわけじゃないってことを、まあ、くれぐれお伝えしておきたいなというふうに思うわけですよ。むしろね、普通のビジネスより大変だと思いますよ。全く信用のない、どこの誰かも分かんない人に対して、ね、無形の商品を売るっていうのはそれだけ大変なことっていうことなんで、あくまでもそのマネタイズの瞬間は確かにいいかもしれない。ただそれだけの話です。だからそういういいとこだけを見て、まあそういう人に踊らされないようにですね、まあ僕もそういうやっぱりコンテンツ販売にやった方がいいですよって発信はしてますけど、だからこういいことは言うわけですよ。コンテンツ販売でこんなにいいですよって言うわけですけど、まあ、その裏の部分ですね、影の部分を見てないから、みんなこう甘く考えてしまって、楽して稼げるみたいなね、不労所得とかってね思うわけですけど、そこはしっかりとね理解しておく方がいいし、そういうやっぱ楽して稼ぎたいマインドの人がコンテンツ販売をやると稼げない。でなんで大多数の人は稼げないかっていうと、そういう不労所得って言葉に脅されて、楽して稼ぎたいみたいなマインドで入ってくるから稼げない。なのでそこのマインドをしっかりと、ね、書き換えて、
ておく必要があるということですね。そういうふうにすれば稼げるようになってきますから、先に知識とかスキルとかそういうものに投資して、それを形にする、コンテンツにすると売れるようになります。普通の人がすごく価値を感じるような内容の濃いコンテンツを作れば売れるようになっていくの で、そこで信用が溜まっていくので、より一層その後をね、高額商品とか、リピート販売とかにつながりやすくなるので、そういった方向性になっていくとコンテンツ販売で稼げるようになっています。はい、以上はですね、コンテンツ販売で稼げない人の特徴の話でした。